パリオリンピックトレードマーク陸上、男子100メートル予選、日本時間3日、スタッド・ド・フランス。男子100メートル予選の4組にサニブラウン・アブデル・ハキーム、25、トーレ、が登場し、10秒02の組2着で準決勝進出を決めた。自身2度目のオリンピックも前回、東京五輪は200メートルでの出場で、100メートルでの出場は初。サニブラウンは第4レーン。 今季9秒82を出したジャマイカの王。セビルラ強敵らと同組となった。今シーズン磨きをかけてきたというスタートで早くも前に出ると、中盤以降もスピードに乗り、最後は横を見る余裕を見せながら2着でフィニッシュ。日本勢のオリンピック最高記録となる10秒02をマークした。レース後、走りの感触はとりあえずまずまず、いい感じで走れたんでよかったかなと振り返ったサニブラウン。 明日もしっかり集中していければと思ってます。準決勝は本当にみんな全力で走ると思うんでそこにプレッシャーを感じずに自分の走りができればしっかりと決勝はいけると思ってますと次の準決勝へ目を向けた。五輪初出場の酒井隆一郎26大阪ガスが予選7組で10秒17組5着東田大宏28関翔商治。 1> は一組組で10秒19の5着タイムで拾われる可能性があったが、10秒06、10秒08、10秒16の選手が拾われ、わずかに及ばず予選敗退となった。サニブラウンは今季ダイヤモンドリーグ dl の第6戦、5月31日、ノルウェー・オースロで自身5度目の9秒台となる9秒99、プラス0.4をマーク。パリ五輪の参加標準記録。 ダブルオーを突破し、100m での五輪出場を決めた。世界陸上では22年のオレゴンで7位、23年ブダペストで6位と2大会連続で入賞。五輪で決勝進出となれば1932年ロサンゼルス五輪の吉岡隆教さん、6位以来92年ぶりの快挙。ボーイ以上上ならば日本税史上